在日本三一强震后，慈济补助了辅食学校的营养午餐，还有交通费。辅食市长特别前往东京分会参观了赈灾摄影展。站在280张相片拼成的相片墙前，辅食室市长看见记忆中的画面变成一张张鲜明的照片。皆さんが被災者の方に声をかけてる姿ですね。これはすごく被災した直後、皆さんからいただいたそういう励ましというのは、そのことによってみんなが立ち上がれるそういう力をいただいたのではないかなと本当に感謝しています。岩手县辅食市的五位官员代表全县的乡亲，对强震后慈济长期的照顾表达感谢。来到东京的慈济分会，是想对慈济有更深的认识。ざっと見まして、本当に世界中でこう支援の活動をされてるんだなということがよくわかりました。例えばアフリカの写真とかございますからね。本当に広くまでこう皆さん出向いて活動されてるんだなと思いました。再一次回顾311强震，留在每个人心里最后的印象，不再是断垣残壁，而是世界各地的民众用爱为他们铺出的回家之路。大爱新闻真善美志工日本报道。